ハリソン・ディナードはアメリカ合衆国の元陸上競技選手。1948年ロンドン、1952年ヘルシンキオリンピックに出場し4つの金メダルを獲得した選手である。ロンドン大会では100メートル、ヘルシンキ大会では110メートルハードルで金メダルを獲得している。 短距離、ハードルと両種目を制覇した男子選手はオリンピック史上ディラードただ一人である。ディラードは第二次世界大戦から復員し、大学で陸上競技に取り組んでいた。ハードル競技に特に才能を見せ、戦後間もない頃では世界トップレベルに位置していた。しかし、1948年のオリンピック、選考会で失敗し、出場を逃してしまう。ただ、 専門ではなかった100メートルでは3位となり、オリンピック出場を果たした。ロンドンオリンピック100メートル決勝は、同じアメリカのバーニー・ユーウェルと10秒3の同タイムでゴールするデッドヒートで写真判定に持ち込まれた。オリンピック史上初となる写真判定となったゴール写真では、ディラードが先着しており、1つ目の金メダルを獲得した。 この後出場した400メートルリレーでも3走を任され40秒6のタイムで金メダルを獲得した。4年後、ディラードは110メートルハードルでアメリカ代表の座を獲得する。そして、オリンピックでは13秒7のタイムで金メダルを獲得。さらに、400メートルリレーの代表として4つ目の金メダルを獲得した。2019年11月15日。 クリーブランドの病院で死去。96歳ボ打ツ。ロンドン五輪金メダリストのディラード氏が死去。96歳。サンスポ。https www.sanspo.com スポーツニュース2019万 1116ATH19 兆1116億1512万 9N1HTML2019 年11月17日。閲覧。 ありがとうございます。